はい、今回はパズドラ Z をやっていきたいと思います。で、今回は妖精の里の三色ダンジョンに行きたいと思います。このエリア、ステージはステージ4まであります。で、三色ダンジョンなのでこれで行きたいと思います。神竜タイプのね、これで行きたいと思います。 1.5 倍。お、龍石だ。よし、これでメラバーンは倒したかな。よし、お、これは真ん中行きたいな。こうでいいかな。うわ、まあいいや。あ、やば。あー、今回あんま生きてないな。やばい。だけどあんま食らわないからいいね。よーし、落とした。これなんだっけ、ミニョルだっけ、アククの地か。これはあー、やっば。これ3ターンに劇が、倒さないとなんかやられそうな気がする。これでどこまでだ？いやー、倒せないか。もう結構いく。おお、落とした。こうでいっかな。おお、落とすね。これはいく、すごい。これ15万もいくんだね。次は VS。 こうでいっかな。うわ、全然いかなかった。よし、まあここもいける。あんまいかなかった。4コンボじゃない。うわ、こりゃ、まあ
何しようと思ったんだろう。ま、大丈夫。これは20万いくね。うお、30万もいった。すごい。お、ボス戦。誰だろう？おお、ステータスバリア。これはなんか威嚇とかが使えないやつだね。お、これ行ったんじゃないの？ほら、結構行くね。あ、これ行ったかも。なんかちょうど落ちてくるもん。これは行った。何万あるかな？うわ、100万もあるんだ。エクスソフィア。100万もあるんだね、このモンスター。HP が。強っ。ということで、次回は次のこのステージ、エリアに行きたいと思います。妖精の里をクリアしました。次はね、鉱員の洞窟に行きたいと思います。ま、ということで、今回は、このステージをクリアして、次のエリアに行きたいと思います。見てくれてありがとうございます。あと、チャンネル登録もお願いします。では、さよなら。